はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4、ソ連とドイツの戦い、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、最強ドイツ軍相手にどうソ連が戦うかというコンセプトでプレイしてるんですけども、先延ばしにしてきたドイツとの回戦がいよいよね、ドイツ側の不可侵条約の破棄によって始まってしまいました。これね、かなり厳しい戦いになると思うので、基本的な、戦略に関してですね、確認をしておきたいと思います。まずですね、モスクワまで侵攻されると首都がウラジオストクに変わってしまって、もうそこからの巻き返しは事実上不可能だと思いますので、このミンスクですね、このミンスクでなんとかドイツ軍を食い止める、少なくともここで敵を食い止めるっていう、そういう作戦を考えていきたいと思っています。でそのためにまずですね、フィンランドとの国境に展開していた部隊、これをですね戻します。ポーランド国境に戻します。同じく満州、日本と国境を接していた部隊、これもですね引き上げます。これもポーランド国境付近に展開し直します。間に合うかどうかという問題はもちろんあるんですけども、急ぎ部隊を戻しましょう。ではゆっくり時間を進めていきます。危ないところがあればもうね、即座に切り替えていくっていうことをやりたいと思います。歩兵の火力を少しでも上積み取りたいかな。対戦車攻撃プラス 25%、 貫徹プラス 100%、 これ取りに行きましょう。204日、半年以上かかりますけどね、半年間持ちこたえられてるかどうかというのもちょっと疑問ですけどね。でドイツ軍ですけど、他、どこで戦ってるかというと、やっぱりアフリカなんですよね。なのでヨーロッパでもう一つ対戦を起こしてもらわなきゃいけないっていう観点でいうと、イギリス、ここがね、ドイツに対して攻撃を仕掛けてくれないと本当に苦しくなるのかなというふうに思ってます。有効権の要求と改善の施策は打っておきたいと思います。一部部隊は撤退線を張りつつ、こういうね、敵に殲滅される恐れのある部分は勇気を持って撤退線を引いて少し戦線を下げましょう。殲滅されると元も子もないというのがありますからね、殲滅だけは受けないようにしたいというふうに思います。こまごまとした施策にはなりますけども、こういうところで確実に撤退線を引いて無駄に手段を失わないようにというので、気をつけたいと思います。撤退線をしっかり引いてるんですが、ミンスクがもう陥落寸前というところまで来てしまいましたね。いや本当にドイツ軍強すぎるな。頑張って育てた要塞は、役に立ったのかどうかもはや完全にわからないという状況になってしまいましたね。なんとかミンスクは守りましょう。ミンスクが落ちたらもうちょっとやり直しを検討せざるを得ないですね。ここも撤退線引き直します。さあもう予備の手段は全くない状態になってます。ここから本当に総力戦になりますね。総力戦に備えてというところですけど、野戦砲、対戦車砲のアップグレードをかけつつ、ミンスクまで敵が迫ってきているので、これをなんとか退けたいところなんですけどね。もう予備の兵力がないので正直打つ手はないですね。全体としてはですね、有利に戦線を運んでいるところが、全体の3割ほど、残り7割は不利っていう状態になってます。特に危ないのが再三お話しているミンスク付近ですね。ここはそのままモスクワに直結するような場所なので、
やっぱりこのミンスク落とされるとかなり厳しいんですけど、もうミンスクまで敵が迫っているという状態ですね。あと意外とですね、このハンガリーとの国境、ここもちょっと危ないことになってます。ただ予備の兵力がないので、なんとかこらえて連合軍が、まあ、それこそね、ノルマンディ上陸作戦のように大規模な反攻作戦を始めてくれるのを待つしかないという状態です。ミンスクが最前線にいよいよなってしまいましたね。もうミンスクなんとかこらえてほしいけどな。ここがもう本当に最終防衛ラインと言っていいと思うので、ここ突破されるともうモスクワまで一気に進軍されるリスクがより高まってしまいますね。はい、ドイツと本当に激戦、しかも不利な激戦を行っている中、日本が不可侵条約を破棄してきましたね。ただもうこれね、残念ながら展開している部隊の数はほとんどいないので、これ今日本と開戦しても日本軍の進撃を食い止める余力は残念ながらないですね。要衝レニングラードが陥落間近というところまで来てしまいました。レニングラードはこちらですね。港を持っているレニングラード、この後なんですけども、もう打つ手がちょっとない状況で、モスクワまでドイツ軍の進軍を許しているという状態です。そしたらですね、ちょっと一旦時間を巻き戻します。開戦直後まで戻します。はい、ではですね、前回よりも師団の数増やしました。その分さらに日本軍に対する備えが、弱くなりましたので、日本に対してはもう積極外交を行ってですね、ちょっとでも不可侵条約が破棄されるタイミングを遅らせたいと思います。なんとしても不可侵条約を維持する、攻めさせない、まあその分戦力を対ドイツ戦に集中させるっていうね、ちょっとそういう戦い方になります。ではまたゆっくり時間進めましょう。さあ前回よりも前線に送ってる師団の数は多いはずなんですけども、まあ、その分補給もきつくなっているせいか、思ったような前回との違いっていうものが出せていないというのが現状です。やっぱりミンスクがもう、落ちる寸前というところまで敵軍のドイツ軍の侵攻を許してますね。前回同様ミンスクあっさり落とされてます。いや本当にね、これでもかっていうぐらい軍を投入してもこのありさまなので、ドイツへの勝ちの道しるべっていうものが全くわからないですね。今回難易度は一般兵、まあいわゆるノーマルでやってるんですけども、まあ、もうちょっと難易度を落とさないと、もしかしたらこの対ドイツ戦ソ連でまともにやっても勝てないかもしれないですね。まあ僕自身がそんなに発音版野法すごくうまいとは思ってないんですけども、それでもかなりやり込んでいる方だとは思うんですが、やっぱり要塞戦が間違ってたのかな、ちょっと残念ですね。要塞戦をするのではなくて、やっぱり師団数で勝負っていうのも考え直した方がいいかもしれないですね。ただ師団数に関して言うと、結局前線の補給ライン、これがね維持できなくなるんですよね。師団数どんだけ突っ込んだとしても、まあそういうことを考えると、要塞戦で敵を要塞で食い止めるっていう方が理にかなってるのかなと思って、今回その要塞で敵を食い止める、ドイツ軍の進撃を阻むっていう、まあそういう作戦をね考えたわけなんですけども、まあ残念ながらちょっとうまくいってない状況ですね。まあ前線に200師団を送り込んでも
この惨状ですからね。その200師団の中身もですね、決して名ばかりではなくて、それなりに、考えた師団の編成になってます。それでもこのありさまなので、まあちょっと目論みは甘かったのかな、まあそういうふうに、まあ、反省せざるを得ない状態ですかね。まあ、この要塞戦術ははまらなかったというのが今回明白に、まあ、ある意味ではなったので、まあ、今後やり直しの時が要塞戦術ではなくて、やっぱり、ソ連の持っている人的資源、圧倒的な人的資源を使った師団数による数の暴力で勝負するしかちょっとなさそうですね。レーニングラードが陥落してます。モスクワも落とされそうですね。もう予備の手段がないので、まあ残念ながら打つ手がないという状態です。はい、残念ながらモスクワが陥落してます。そしたらですね、ちょっとこのプレーを一度一番最初に戻して、要塞を築くという戦術は諦めましょう。やっぱり前線にちょっとでも多くの師団を送る、まあ、要は武器の生産を重点を置いて、あとは補給拠点ですね、これもしっかり整備したソ連本来の数の暴力作戦に切り替えてですね、ちょっとこの対ドイツ戦の戦いシミュレート続きをやっていきたいと思います。残念ながら要塞戦術ははまらなかったですけどね。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。